と思いました。作者の小手まりるいさんってね、はい、あの私も直接面識はないんですけど、私の大学の先輩。あ、そうなんですね。もともと恋愛小説とかね、書いておいてたと思うんですけどね。あー、なるほど、うん、そう聞くとなんかあ、そういう雰囲気もなんか、うん、確かに。こんにちは。こんにちは。ヨッピーです。サンキュー先生です。今日もリビング書店の絵本チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はですね、魔法の絵本屋さんを紹介します。はい、こちらの魔法の絵本屋さんはですね、シリーズになっていて、こちらの魔法の絵本屋さんとね、もう一つ、江頭美智子さんが絵をね、担当されているこちらのシリーズと、はい、2作あって、今日はね、こちら、はい、はい、そうですね、高橋克也さんのね、はい、ご紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、結構あの、なんとか神秘的というか感じ、雰囲気がありますよね。はい、登場するのは女の子なんですが、女の子が大好きなお友達がこうお引越ししてしまって、こういなくなっちゃって、すごく寂しいっていうところからスタートするんですが、はい、でその背景がすごく秋一色のこの風景を描いていて、なんか今の季節にぴったりだなと思う ね、絵本になってました。はい、なんかね、あの言葉がすごく文学的というか、すごく素敵 で、あのその中に出てるの一つで、森が夢を見ているっていう一言があるんですが、結構大人も考えさせられる、どういうことなんだろうって思うような、はい、こともあったりして、すごくなんか、あ、なんかすごい素敵だけど、うん、あれは一体どういう意味だったんだろうってすごい思うと、もう一回読みたくなるという、うん、いいですね。はい、絵本になってたかなと思いました。作者の小手まりるいさんってね、はい、あの私も直接面識はないんですけど、私の大学の先輩。あ、そうなんですね。もともと恋愛小説とかね、書いておいてたと思うんですけどね。あー、なるほど、うん、そう聞くとなんかあ、そういう雰囲気もなんか、うん、確かに最近というか、はい、絵本のね、あの、うんうんうん、お話もたくさん結構書いておるんですけど、これもやはりちょっと出会いが、出会いというか、そうですね、遠くのボーイフレンドを思ったりとかね、はい、うまく書かれてますよね。なんかそういう風に見るとなんか、なるほど。はい、ちょっとね、中を紹介していきたいと思います。はい、はい、まずサイズですね。はい、横が21センチ、で縦が26センチですね。はい、結構なんか不思議な魔法の世界、本当に魔法の建物というか、魔法の国のように感じますよね。ここが実はですね、公園の奥にある絵本屋さんなんですよ。ということで紹介していきます。はい、で女の子がですね、友達がいなくなっちゃって、一人ぼっちで寂しいなって思いながら、公園にいつも遊んでた公園に行ったんですね。でも友達はいない、ね、あの遊びたい友達がいないし、すごく寂しいけど、公園にね、こうなんか落ち葉をこう拾ったりなんかして過ごしていますね。でなんかこう、やればやるほど友達のことを思い出すんですね。あ、なんかこう、お友達がどんぐりこうやって集めたりするの好きだったなとかって思ってたりすると、思えば思うほど寂しい気持ちになってくるというね、心境かなと思います。はい、そこにこっちにおいでっていう袋が現れるんですね。で女の子が、え、あ、こっちにおいでと言ってるみたいだなってこう感じ取って、はい、でついていくんですね。こっちだよ、こっちだよって言われてついていった先が、元いた公園の奥なんですけど、女の子にとってここの場所初めて、あれ、こんなところあったかしらと思うような場所なんですね。で奥においでおいでって言った先に、素敵なこの絵本屋さんがあったんですね。はい、絵本屋さんに入ってみる、あ、絵本屋さんというふうにはまず分かんないんだけど、ドアを開けると絵本屋さんだった。はい、ですごく素敵な絵本がたくさんあって、なんかこう見ていると、あ、もうすぐお友達の誕生日だったって、お友達にプレゼント買ってあげたいなって思ったんですね。そう思った時に、猫の店員さんが、黒猫の店員さんが現れて、何かお探しですかって声をかけてくれました。でそのお友達に誕生日プレゼントあげたいんだとか、この子はこういうのが好きだったっていうお話をしていくと、この黒猫さんは、だったらこの絵本がぴったりですよと、このコンシェルジュの雰囲気ですね。はい、でどうぞどうぞこちらで読んでみましょうって言って、
女の子の手を取って黒猫さんがドアの向こうに一緒に入っていくんですね。そうすると実はここの場所がですね、魔法の森が広がっていたっていう風に書かれてるんですが、まあ、絵としては、ベンチがあって、ね、黒猫さんと女の子がこう座っているんですが、もう片面というか右のページには本当森が描かれてるんですね。で、はい、ここはちょっとまた後から触れますね、はい、で黒猫さんが読んでくれて、こう読んでくれてる声がすごく素敵というか、うん、安心できる癒されるような声で読んでくれるものですから、女の子がこううとうとしちゃうんですね、うん、で目を閉じたらその場所にその会いたかった友達が出てきましたって書かれてます、はい、で友達と手をつないで森の中を探検しましたね。ここでさっきご紹介した言葉、森が夢を見ているというね言葉があり、でパタンと黒猫さんが絵本を読み終わって閉じた時に女の子の目がパッと開きました。でもうこの女の子の心の中は寂しい気持ちはありません。なんでかっていうと、目を閉じればその友達に会えるということが分かったからっていうふうにね書かれてますね。で、この絵本買って帰りますって言ったら、お題はポケットの中にあるどんぐりと木の葉で木の葉ですよって言われたんですね。はい、でさっき公園で拾ったものですね。でそれを手渡して帰っていきました。女の子がねニコニコと、さっきすごいしょんぼりした感じだったんですけど、今はもうここほっぺたが赤くなるようなニコニコとした表情で帰っていきました。でお家に着いた女の子は、ここでようやくそのお友達の名前のぼるくんっていうのが名前が出てくるんですが、のぼるくん元気ですかって、こんなところに行ったんだよって、お誕生日おめでとうっていう、お手紙を書くんですね。で最後がですね、今のぼるくんの見ている空は何色ですかっていう一言で、でこの女の子の名前がすみれちゃんで、すみれって書かれておしまいなんですね。でこと文章はもう終わるんですが、最後のページにそのお友達のぼるくんが描かれています。でのぼるくんが行った先はちょっとこうヨーロッパみたいな雰囲気ですかね、海が見える高台で車椅子を乗った男の子が描かれているんですが、そのプレゼントの絵本と手紙を受け取ってそれを読んでるような感じなんですので、黒猫がここにも、はい、そうなんです。でここで黒猫がその男の子の足元にいるんですけど、ここをちょっと私なんか考えちゃってまた癖出ちゃいましたこの黒猫がなんてこの男の子も会いたがってるっていう気持ちを感じ取って、この女の子に代わりに会いに行ったんじゃないかなって、私のその推測なんですが、そういう風な見方もできましたはい、はい、そうですね。ここちょっとすごく言葉がですねすごい素敵なんですけど、どういう意味なんだろうって思うような、まあ、先ほども何回か3回目ですけど、まあ、森が夢を見て、ここはどういう意味なのかなとか思ったりして、はい、この動物たちが描かれている 森が描かれているところにその言葉があるんですけど、その動物たちも会いたい人にここに会ってるのかなとか、はい、自分の親の親だったりとか、その楽しかった思い出を思い出して誰かに会ってるシーンなのか、どういうことなのかなと思ったりもしたんですけど、いいですね、夜の森、はい、大きな月が、そうですね、そこに一言だけね、森が夢を見ている、そうですね、ここがすごく自分の中ではその答えをまだ見つけられてないんですが、うん、まあ、そんだけなんかすごい素敵な、うんうん、言葉だなと思って、じっくりその言葉がこう身に染みるというかはいですね。で女の子にとってこの空間はすごくいい体験になって、自分の中にその男の子はいつだってそばにいるんだよ、いるんだっていうのがこう ここで分かったというか、すごく良かったなと思って、そしてあと黒猫のそのコンシェルジュといいますか、その店員さんのところの黒猫を見ると目の中が不思議なんですよ。片目が三日月のがこう光っていて、もう片目は雲だけど、実はこの、三日月のある片目の方からスッとこう雲が流れているように描かれているんで、片目は黒目じゃなくて雲だけが描かれているんですね。
そこがこの夢を見ている森の三日月なのかなとか、いろいろなんか考えながら読みましたね。はい、そうなんですね。だからさっきなんか恋愛小説、恋愛のお話の話機会聞いたとか、なるほどちょっと思った気がしました。素敵ですよね。そうですね。はい、でのぼるくん今見ている空は何色ですかって最後の一言がまたよくって、なんかその空はすごくつながっているから心の中でもつながることができるし、私たちは遠くにいるけど空がつながってるよっていう、なんていうかつながりみたいなすごく感じる、はい、言葉だなと思って、素敵でしたね。いいですね。はい、こんな絵本屋さん素敵だなと思いましたね。はい、ここで その絵本屋さんのその全貌っていうんですか、形が見えるんですけど、この中では分からないですね。はい、この入り口だけしか描かれてなくて、はい、女の子は多分森がたくさんあるからこういう形だって気づいてないかもしれないですね。はい、でもこの表紙で描かれてることによって、あ、なるほどこういうものだったんだなってね、はい、読者はね見ることができますね。行ってみたくなりますね。はい、あんまり日本的じゃないよね。そうですね。マルさんもニューヨーク在住って書いてありました。はい、ね、そうですね。なんかあの背景とかはなんかそうですね。でもなんか人間っていうんですか、描かれてこのスミレちゃんとかはすごく日本的な雰囲気を感じるかなと思ったりしましたけど、でもはい、世界的というか、そうですね。はい、本当ですね。はい、見れば見るほどやっぱりなんかすごく絵がこの表紙の通りに絵がすごく細かく描かれていて、色のなんか光の描写とかもすごく綺麗で、影と光のそのバランスとかもすごくいいし、色もすごくなんかこう秋らしい雰囲気もあるなと思いましたね。はい、素晴らしかったですね。はい、ということで今日は魔法の絵本屋さんを紹介しました。最後まで見ていただいてありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。